カブト、これも完全に日本のですよね。カブト、カブトヌードルス、メイドインジャパンかわかんないんですけども、カブトっても完全に日本ですよね。日本のカップラーメンがうまいって思ってるからこういう風にしてる、間違いない。なんじゃこりゃ、もうぎっしぎしに麺が詰まってますね。食べてみたいと思います。お、これ値段は、100の198パンド、まあ大体320円ですね。いや麺が超多いんだよ、ほら麺の量がめっちゃ多いっす。スープはまあいいんすけど、麺が粉っぽいっすね。ちゃんと出来上がってない生麺を